なに、わためわ、わわ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 わたべーわたべー、み、見つからない、どこにいるんだ、わため、あ、いた、わたべー、ありがとう、さっきツイッターでもお祝いしてくれてありがとう、めちゃめちゃ嬉しい、いや本当に嬉しい、ありが、わためが二人違うんだな、まあ我々姉妹みたいなものですけれども嬉しくなっちゃった。わたべちゃんの曖昧ショコラーテです、イエーイ、珍しいだろこれ、さっき本人に歌っていいですかって聞いて、いいよって言われたんです。あー、またやっちゃった、隠してたわけじゃないの。余るパズルふわふわ浮かぶ夢見心地、ひとつひとつ数えておやすみなさい、ひそかに芽生えたこの気分、パワーのないわため明日ぐ見つめないで、声量がないんだけどな、もっと上手に歌いたいんだけどな、せっかくいいよって歌ってもらったからな、褒めてくれてありがとう、わため弱いところ気づかれたり、寂しさごと包まれたり、てかわため23時から配信じゃね、ありがとう、みんなそっちに行け、そっちに行くんだ、ずっとずっとそばにいてほしい、約束だぞ、わあ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 、指切った、いやわためありがとう、なんもう12時過ぎ11時過ぎてんだよな、ありがとう、本当に歌わせてくれてありがとう。あ、でもわため最近よくウィビーム打ってない、私知ってるんですけど、あの知ってるんですけど、まあ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 、それはまた今度ね、あのコラボした時にでも言いますけれども、勝手にウィビーム打ってますよね、ありがとうございますわためちゃんの配信も23時からあるんで、ぜひとも皆さんそっちに見に行っていただければと思います。実は私がメランコリックをね、アルバムで歌ったことがありましてね、それの宣伝でわためもね、メランコリックを歌ってくれたってことがありまして、いやー、この曲めちゃくちゃ好きなので、いつか歌いたかったんです。あ、もうちょっとうまく歌えたらよかったんですけれども、裏だともっとうまく歌えるんです、うまく歌えるんです、はい